はいさい。私、ちゃんまり29歳。本気のデブ活をすることを、ここで皆様に宣言いたします。痩せすぎた。一昨年の秋頃に一度実はデブ活を1ヶ月やるっていう企画をやってまして、その時は44キロから1ヶ月で 45.7 までね、1.7 キロ増やしたんですよ。そのままさ、そのデブ活の生活を続けてれば、今頃ね、もっと健康的な体が手に入ってたはずなんだけど、そこでね、サボっちゃったんだよね、思いっきり。でその結果、完全にリバウンドをして、一時期は41キロを切るぐらいの体重まで落ちてました。その激痩せした頃の食事って本当にひどくて、朝はバナナ1本で、昼はお茶漬け1杯とか納豆でご飯食べるとか、まあ、お茶碗1杯分のご飯みたいな。で夜はやっと、まあ、普通のご飯、まあ、1日 1.5 食分ぐらいしか食べてないみたいな。それは痩せるよねっていう痩せて当たり前の食生活してんなって今だったら思うんだけど、その食べてる時は、あ、なんかこれでお腹いっぱいだからもういいや、私こんなもんしか食べれないやって思ったりとか、なんかこれ以上食べたらちょっとお腹気持ち悪くなるな、お腹壊しそうだなって言ってやめたりとか。でもさ、それでいいのかと言われたら全然良くないじゃん。だからそこできちんと食べる量を少しずつ増やす努力とか、あとまあお腹が気持ち悪くならないようなご飯を工夫するとかさ、そういうことが必要だったわけなのに、もうそれを結局めんどくさくて全部サボっちゃって、まあ、自分の今できることの範囲内でしかやらなくなっちゃった結果、どんどんできることが小さくなってっちゃって、昔よりももっと食べれなくなっちゃってるっていう状況です。なんかさ、太ってる人ってだらしないよねみたいなことよく言ったりするけどさ、私なんて食べるということすらサボってるわけだから、よっぽど私の方がだらしないなって思っちゃってさ。だって食べるって生命を維持する上で最も重要なことの一つじゃん。それに対する努力すらもサボってしまうっていう私って、最強にだらしない女だなと思ってしまって。私ね、今年の5月で30歳になるのよ。30歳ってやっぱ一つこう節目やんか。この節目で何か自分を変えるっていうことをしないと、またズルズルいってしまうなと思って、このまま行くとね、多分本当にガリガリで骨だらけで不健康なおばあちゃんになって早死にするような気がするのよね。どうせならこっから先も健康的でいたいじゃない。なんだけど、私やっぱり根っこの部分がすごくだらしない人間だから、多分自分で頑張ろうって思ってもね、サボっちゃうと思うのよ。だからこうやってもう逃げられないように YouTube でね、全世界にこの宣言をしました。これで私はもうデブ活から逃げられない。ちなみにですね、体重が41キロぐらいまで落ちた時にさすがにちょっとやばいなと思ったので、そっから少しだけ食事を改善して、今現在の体重は43キロです。ここまでは一応持ってきました。だけどね、こっから先っていうのがね、やっぱこの生半可な気持ちではなかなか上がっていかないから、ちょっとここからね、本気出して理想の体型を目指していきたいと思います。ちなみに今現在の全身の体型がこんな感じです。はい、これが163センチ43キロの体型です。もうカリッカリで恥ずかしい。もうね、細けりゃいいってもんじゃないよね、やっぱり。で、私ね、特に上半身にね、肉がつきにくい体質で、もう上半身っていうか胸の薄さ、この薄さがすっごいのよね。あとね、手首がとにかく細いのが嫌でね、やばくない？まあ、手も大きいから余計なんだけど、もう手首がね、骨、触るともうすぐ骨なのよ。で最近はもうここの辺まで触ると骨みたいな状態になっちゃって、やばい、もうこれは気持ち悪いわ。ここまで来ると自分で骨だもん、ここでね。今回のデブ活ね、どうやったら私自分がサボらないかなっていろいろ考えた結果、まずは1週間に1回課題を決めて、それを1週間でクリアしていくっていうのを続けていきたいと思います。やっぱり目標を達成した方がやる気が出るから、なるべくたくさん目標を達成するっていう体験をしたくて、まずはちょっと1週間に1回この目標を達成するっていうことをやっていきたいと思います。で、終わりは決めずに、もう自分の理想の体を手に入れるまでずっと続けると、そういう風にしていきます。目標体重は一旦48キロに設定します。
これはですね、私が今まで、一番調子良かった時の体重でもあり、一番太っていた時の体重です。まずは人生の最大値の48キロを目指したいと思います。で、やっていく内容はね、大きく言えば食事の改善と筋トレと、まあ、あとその他もろもろっていう感じですね。まあ、食事はいいとして、筋トレはなんかダイエットっぽいじゃん、大丈夫なのっていう風に思うかもしれないんだけど、太りたいとか体重増やしたいっていう人にも筋トレめちゃくちゃ大事で、私ね、今かなり筋肉落ちちゃってて、多分必要最低限しか残ってないんだよね。で、姿勢を保つにも筋肉っているじゃん。このビシッとしたこの姿勢を保つのがすんごい疲れるのよ。疲れてくるとさ、やっぱりどうしてもこう猫背気味になるじゃん。猫背になるとお腹がギュッと圧迫されるでしょ。これのお腹の圧迫で消化が悪くなっちゃうんだって。その消化が悪くなると、やっぱり食べた時に気持ち悪くなっちゃったりとか、後でお腹下しちゃったりとか、そういうことが起きるので、まずはこの消化を良くするためにも一旦姿勢を良くするような筋肉は最低限つけた方がいいなと思って、筋トレはきちんとデブ活に取り入れていきたいと思います。まあ、あとね、最近あの格闘技を見るのにハマっていて、みんなこのバッキバキの綺麗な腹筋をしてるからいいなって思って、ちょっと腹筋ちゃんと鍛えたいなと思ってこれをやります。で、この課題の1週間分の食事とか筋トレとか、あと体重のね、増減の報告は日曜日にね、まとめて動画を出しますので、まあ、チャンネル登録して通知オンにして、ぜひ楽しみに待っててください。それで早速ね、まず第1週目の課題なんですけど、その1、食事を1日3回必ず取るです。ハードル低って思ったでしょう。その通りだと思います。というのもですね、さっきもさらって言ったんだけど、私きちんとまとものご飯を1日3食食べるっていう習慣がね、もう消え失せてるんですよ。この状態でね、中身の改善とかなんとかって絶対続かないと思うんだよね。だからまずは1日3回必ず食事を食べるっていうのを当たり前のようにできるようになってから、中身についてはちょっといろいろやっていきたいと思います。それからもう一つね、筋トレの方はまずは腹筋と背筋と、あとプランク、まあ、プランクっていうのはこういうやつね。このプランクっていうのがこう体幹を鍛える、インナーマッスルを鍛えるっていうやつなので、この3つをとりあえずやって姿勢の改善をね、進めていきたいと思います。なんかね、こう痩せすぎだから太りたいっていう悩みってなかなか表に出しづらいやんね。なんだけど、前回そのデブ活の動画を出した時に、私の想像を大幅に超えるぐらい再生回数が回ったんですよ。一番回ったのがね、18万再生いってます。私ね、本当にびっくりしちゃって、そんなに太りたくて悩んでる人っていたんだって。だって今までさ、太りたいって言うと、え、何それ嫌味とかさ、え、なんで細いの羨ましいじゃん、いいな、私も痩せたいとかさ、もうそんなことばっかり言われてたから、まさかそんなに私の仲間がいると思ってなくって、それで一つやっぱ勇気をもらったっていうのはあるんですよ。まあその後サボった私が言うのもなんなんだけどさ、今回はね、この1週目の課題を見てもらって分かったと思うんだけど、本当にもう基礎の基礎からこう習慣づけていくように、続けられるようにっていう内容でやっていこうと思うので、今までなかなか続かなかったなっていう方もね、ぜひぜひ一緒に私とやっていきましょう。ということで、こっから1週間頑張りますので、日曜日の報告を楽しみにしていてください。それでは今日の動画は以上です。バイバーイ。